こんにちは、人体のまさきです。本日は、奈良市佐伯城町にあります、グランセジュール2というですね 1LDK のお部屋に来ております。まず、こちらが、玄関部分となっておりましてですね、玄関収納、シューズボックスがですねこんな感じでたっぷりと、入れていただける収納がついております。で、こちらが、お手洗いになりますね。はい、バッチリウォシュレットも、ついております。広々としたトイレですね。でこちらが、脱水症スペースになっておりまして、こちら大きな、独立の洗面台で、もちろんジャンプエレベーターもついております。でこちらが室内洗濯機置き場ですね。で奥がですね浴室となっておりまして、追い焚きもねついておりますし、浴室乾燥もついておりますので、本当に設備が、充実した、水回りとなっております。はい、でお部屋の方なんですけれども、まず、こちらがですね、洋室になっておりまして、インポジティブこんな、大きな、ウォークインクローゼットがついております。もう本当にねお洋服たくさんお持ちの方でもこちらで全部ね入れていただけるような広さとなっております。はい、でこちらが、洋室ですね。両サイドにね窓がついておりますので、すごく明るいお部屋となっております。こういう感じでね敷地内に、駐車場を取っていただくことができます。リビングの方に参ります。はい、こちらが、リビングの、人気のカウンターキッチンのタイプとなっておりまして、でキッチンもね白を基調としたすごく明るいキッチンとなっておりまして、収納もですねこちら、上にもねたくさんついておりますので、本当にね快適に使っていただけるキッチンとなっています。こちらにも大きな窓がついておりますので、換気もねしっかりできますね。でこちらで、キュートで温度で変えていただくことができるようになっております。でリビング部分ですね、こちらもかなり、広々とした L 字型のリビングになってまして、こっちもね両方窓がついてますので、すごくね、日当たりも、良くて明るいお部屋ですね。でこちらにはモニター付きの、インターホンもついておりますので、からでねこちらの、玄関口の方とお話しすることができます。はい、でバルコニーがですね、はい、こちら見ていただきますと、こういうちょっと大きなお庭になっておりますので、洗濯物を行ったりと干していただきますね。で南向きになってますので日当たりもねバッチリですね。こちらリビングには、エアコン1台と、あとこちらはですね、室内物干しになっておりますので、雨の日とかね外に干したくないようなものでもこちらで干していただくことができます。入れないときはねこうやって収めといていただきますので、すごくね便利なことになっております。こちらもね築浅のお部屋となっておりまして、本当に単身さんから、新婚さんまでおすすめの、物件となっております。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のお酒ではお客様の、お部屋探しを応援しております。以上でご紹介させていただきました。バイバーイ。